菊名駅、菊名駅は神奈川県横浜市港北区菊名7丁目にある東京急行電鉄、東急東日本旅客鉄道 JR 東日本の駅である。東急の東横線と JR 東日本の横浜線の2路線が乗り入れ、接続駅となっている。JR 東日本の駅は特定特市内制度における横浜市内に属している。駅設置時、 吉珠軍対抗村大技菊名に位置していたため、地名を取ったものの、島式ホーム2面4線を有する地上駅で、S トレーンを除く、全旅客営業列車が停車する、東横線の主要駅である。乗り場の番号は JR からの連番により3から6、番線が割り振られている。改札口は、横浜より付近に1カ所ある。改札口と、ホームとの間にはエスカレーターが、 改札口とホーム、地上との間にはエレベーターが設置されている。トイレは駅舎内にあり、多目的トイレを併設している。売店のトックスは上りホームにある。駅構内の改札脇にもあったが、前述のバリアフリー加工時の際に閉店となった。特急運転開始前までは、当駅の乗り換え案内は横浜線の他に新幹線。 東海道新幹線も放送され、校内の乗り換え案内表示にもかつては、新幹線と記されていた。有料座席指定列車、S トレーンは当駅に運転停車するが、客扱いは行わない。下り列車は当駅園に対比線を持つ駅がないため、先に発車した列車がそのまま、横浜、元町、中華街駅まで先着する。出店、東急電鉄。 駅構内図。横浜方面に Y 形式の引上げ線があり4.5番線から入線可能で終日主に池袋駅、渋谷駅等駅間の各駅停車をはじめ一部の急行、8両編成まで福都新線方面からの折り返し、改装、春天、夜間の留置に使用され引上げ線の有効長はホームと横浜方面にある菊名第一号踏切に挟まれる形で 最大8両編成、20メートル車まで入線可能である。夜間の停泊列車は、早朝渋谷方面の列車に充当される。2013年3月15日までは、東横線、東京メトロ、日比谷線直通すべての列車が8両編成であった。ためあたり駅発着列車はすべて、横浜方面の引上げ線を使い折り返すことが、 可能だったが2013年3月16日より、東駅2の一部急行列車が重量編成となり、引上げ線での折り返しができず2012年度中に、設置された、東駅、大倉山駅間の両渡り線を使い、東駅ホーム上で折り返す。両渡り線設置場所、サミットストア付近から環状2号線、新菊の橋付近までは、本線圏引上げ線であり、 実際旅客案内はされてないが7から9番線も存在し業務上横浜方面の引上げ線は7番線、渋谷方面の本線兼引上げ線の下り線が8番線、上り線が9番線扱いになる。現在8.9番線の使用は渋谷方面が普通になった再飛乗用に横浜方面への折り返しとして使用され、2014年、 平成26年2月15日に発生した、元住吉駅列車追突事故の時には当駅、元町、中華街駅間の運用に使用されている。両渡り線の設置で当駅下り3.4番ホーム、渋谷方面に出発信号機が設置された。1991年頃まで、渋谷側のホーム脇に、踏切、大倉山3号踏切があり、 これと横浜方の急カーブに挟まれた、東駅のホーム有効庁は、東横線の20メートル急車両7両分の150メートル弱しかなかった。そのため20メートル急8両編成の列車については、渋谷側の先頭車1号車を扉火扱いにし、踏切にはみ出して停車していた。日比谷線直通電車は18メートル急車両のため8両編成すべてが、 ホーム内に停車可能あった。その上、朝夕などは、休校を退避する、各駅停車が4から5分ほど停車するため、ラッシュ時には1時間あたり50分程度は、遮断ざが上がらず、駅の脇を通る一方通行道路は、大渋滞し、この踏切は開かずの踏切と呼ばれていた。この問題を解消するため、同年以降は当駅、大倉三間の一部を高架化して、踏切三箇所、 大倉山1号から3号踏切を廃止し、かつて歩行者のみしか通行できなかった大倉山2号踏切があった場所、現在のサミットストア付近の高架下お車が通過できるようにした。2012年現在の当駅ホーム長さは8、両辺成分だが2013年3月16日に運行開始した東京メトロ副都心線との相互直通運転と、 優等列車の重量編成化に伴い渋谷側へに両分ホームが延伸された。2005年7月25日から東横線に導入された女性専用車は横浜側の先頭車8号車に設定され、平日ダイヤで運行される特急、通勤特急、急行の全列車に設定されていた。その結果、7号車の混雑が極めて著しくなったほか、 一箇所しかない、階段最寄りの車両が利用できないことで、利便性が低下した男性客を中心に大きな反発を受けた。これがいわゆる、菊な問題。逆に、渋谷側の先頭車、1号車に設定すると、渋谷駅ホームの構造上2号車の混雑が、極めて著しくなることが予想できたため、当初から設定されなかった。二千六年七月十八日から八号車から5号車に、 変更するとともに、設定時間も縮小された。2013年3月18日から、女性専用車は直通運転先の東京地下鉄、東京メトロ副都心線に合わせて、渋谷より先頭車用1号車に設定され、設定時間帯はさらに縮小されているが、対象列車は各駅停車を含めた全種別に拡大されている。 島式ホーム一面二線を有する高架駅。ホームは森土上にあり、カーブしている。社員配置駅。改札口は一箇所で、2017年12月17日より、ホーム上の4階に移設、階段位置がホーム中ほどに変更し新たに、エスカレーターと2018年2月28日から、改札とホームを結ぶエレベーターも、新された。校内には、 緑の窓口、指定席券売機、ニューデイスキースックが設置されている。接近放送が流れた後、不定期で接近メロディーが流れることがある。2017年12月16日までは、東神奈川駅寄りに階段があり、右側が東急東横線への乗り換え改札、左側が JR 改札口、西口へと続き乗り換え改札口は JR 管理で、 自動生産機、乗り継ぎ対応、友人改札窓口とともに、東急側には当日分緑の窓口が設置されていた。以前は、快速通過駅だったが、2006年3月18日より、快速が停車し、土休日に運転されている特急、浜海寺を除くすべての定期旅客営業列車が停車する。出店、JR 東日本、駅構内図。 横浜線には1988年3月13日のダイヤ改正から快速列車が設定されたが、当駅は東急東横線との乗り換え駅で利用者が多い。横浜線では新横浜東駅間が輸送量の一番多い区間であるにもかかわら、東急東横線への利用客の流出防止対策として快速は2006年3月17日まで通過していた。 そのため、当駅周辺では、地元住民による、菊名駅を快速停車駅にするように働きかける、市民運動もたびたび展開入れていた。快速停車駅に追加されたのは、同年3月18日のダイヤ改正からである。神奈川新聞の記事によると、快速を当駅に停車させた理由として、地元住民の市民運動の結果だけではなく、東横線沿線から桜木町、 館内方面へ利用してもらうためでもあり、市民運動の結果というよりは、従来、横浜線沿線から東横線桜木町方面への利用客の流出防止のための通過を行っていたところを、東横線の横浜桜木町間が廃止されたことにより逆に、東横線線から横浜線桜木町方面への乗客を取り込むための停車へと方針転換したことが大きな要因である。 横浜市道路局は2010年3月31日に JR 駅舎の改良を記者発表した。2014年4月から改良工事に着工し一部2017年12月17日より使用開始駅全体の竣工は2018年度の予定である。右のグラフからもわかるように2000年代に入ってからは東急 JR 東日本ともに増加傾向にある。 近年の1日平均乗降人員推移は、下記の通り、JR を除く。近年の1日平均乗車人員推移は、下記の通り。東駅は、東横線を境に、東口と西口があり、東西自由通路の東口寄りに東急、西口寄りに JR の出入り口がある。駅周辺の道路の幅員は、非常に狭く、路線バス、タクシーなどのターミナルはおろか。 駅前広場もない。もともと東横線開通当時の駅予定地は現在地よりも横浜寄りであり、駅を中心とした放射線上の道路に東京横浜電鉄、現東京急行電鉄が田園調布、日吉と並ぶ住宅地、篠原学園都市を開発する構想があったが、横浜線との乗り継ぎを考え、駅を計画地より若干渋谷寄りに開設した。 その名残が、現在の2式が、オカロータリーである。駅周辺は、閑静な住宅地になっている。連絡通路は通勤、通学の乗り換えで利用者が非常に多いため、ラッシュ時には特に混雑する。また、新横浜にある、横浜国際総合競技場、日産スタジアムや、横浜アリーナなどでの大規模祭事の再東横線から、横浜線への流れも多く、平日の通勤。 通学よりもさらに混雑し、改札口は乗り換え客で服装する。1日の乗降客は東急、JR 合わせて約20万人にも及ぶ。このため、JR 駅舎の改良工事に着手することは前期した。江北区菊名3丁目菊名6丁目鶴見区城の宮1丁目、上野宮2丁目方面。駅前は南から北に向かう一方通行の道路、9。 津波島街道で全体的にマンションが多い。菊名駅前と名乗るバス停留所は2カ所存在する。一つは川崎鶴見臨港バスの菊名駅前で駅前東口階段直下にあり、もう一つの横浜市営バスの菊名駅前は駅から北に200メートルほど離れた津波島街道路上芝新用金庫の前にある。タクシー乗り場は この東出口は元より反対側西出口にも存在しない。その代わり、前述の臨行バスの停留所直前に一台分が泊まれるスペースがあり、そこで客待ちをしているタクシーが大抵いるので、これを利用することになる。ちなみに二台目以降は、その遥か後方の青木ビル前、付近道場にて待機し、この先頭車両に客が乗車して、発車次第後方の二台目が、 当該スペースに移動するというショットガン方式をとっている。もちろん、これらは駐車違反であるが、界隈のタクシー需要の旺盛さを考えると、いた方ない面もあり、また、当のタクシー側も違反を認識しつつつつましく、営業しているので、地元や警察からは事実上黙認されているのが現状である。実際、 タクシーセンター等が定期的に取り締まりに来ているので、一定程度の秩序は保たれている。江北区豆戸町、西木が丘、ただし、東口からの方がアクセスが良い番地もある。篠原北一丁目、篠原北二丁目方面。東口同様に、駅前広場などはなく、西口には路線バスも乗り入れてない。 2018年9月28日より JR 汽車テナント部にシェルキクナが完成しまいはスケットデリフランスの店舗が入店したが西口周辺は一戸建て中心の完成な住宅地が広がる運行事業者によって発着場所は異なる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください